キックオフを前に大勢のサッカーファンが詰めかけたスタジアムには大歓声が響き渡っています。エミレーツスタジアムからお伝えします。舞台はエミレーツスタジアム。天気は晴れ、ピッチコンディションに恵まれた今日のゲームです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんを迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、アーセナルがトッテナムホットスパーと戦います。なかなか面白い組み合わせですね。どういう試合になるのか、まずは前半から見ていきましょう。サカからの絶妙なスルーパス、見事なセーブでゴールを死守。こちら中に入れた、これは相手がクリアします。さてアンフィールドで行われている試合に動きがあったようです。はい、最初のゴールがリバプールに生まれています。さあリードできるか、ゴールを許さない、キーパーがセーブ。マルティン・ウーデゴール、いいところを見ていました。決まった、ゴールだ。ライバル同士の一戦はアーセナルが先制。ここでスコアが動きました。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。アウェーチームのボールシェア率が高くなっていますね。まあボールは支配できているので、それをどう生かすかということでしょうか。これは相手に阻まれます。さてここでスタジオから情報が入ってきました。エティハドスタジアムで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールが決まるか。ヨリスを前にして力みが出てしまったでしょうか。見ています、レフリーのホイッスル。前半が終了しました。ハーフタイムです。さあ後半のスタートです。1点ビハインドのトッテナム、まずは同点に追いつかねばなりません。ボールを前に運んでいきます。ここからどう展開していくのか。これはチャンス。このボールはキーパーが弾き出します。このパスはカットされます。これはカウンターのチャンスです。オルハ・イグレシアス、ここはキーパーが死守。トーマス、うまいパス。ここはキーパーが飛びついて守ります。これはパスミスでしょう。ボールは相手に渡ります。ドリブルで持ち込んでいます。サカ、おっと、これでアーセナルが2点のリード。リプレーです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。さらに追加点を挙げられるかもしれません。さあここからまた決定機まで持ち込んでいくのか。ここでフィニッシュか。アーセナルが決めました。
これだけゴールに迫ってシュートできれば外しようがないですね。ナイスゴールでした。さてキックオフからゲーム再開です。これでアーセナルが3点リード。やや一方的な展開になってきました。ピエール・エミール・ホイビルク、ホイビルク、ドリブルで相手を揺さぶります。シュートチャンスだ。この男を止められる者はいないのでしょうか。このゴールでハットトリックです。これでこの試合3点目のゴールですね。相手は何か対策しないとこの選手を止められなくなりそうです。試合終了。アーセナルがダービーマッチを制しました。要所をうまく抑えゲームをコントロールしていました。それがこの勝利の要因でしょう。監督や選手たちにとっても